そして2020年、延期になったじゃないですか、オリンピック。はい。そしてもう一つ、よくか国内外問わずですよ、国内、あ、外国の外でもいいです。ああ、じゃあ分かった。アメリカ大統領選挙、まあいいでしょう。厳しい、汗だくのくせに。ごめんごめん、なんか外食業界を巡っては、バスルがテイクアウトの対象商品を大幅に増やすが、くら寿司が握り寿司のセットを対象から販売するなど、テイクアウトメニューを強化する動きが。以上、この時間のニュースをお伝えします。もちろん、その我々詐欺、振り込め詐欺のことは知ってるんですけども、